皆さんこんにちは。今回はディズニーで英語力アップシリーズです。東京ディズニーリゾートで使われている実際の英語表現を題材に英語を勉強していこうという企画です。今回はディズニーシーのエレクトリックレールウェイのアナウンス、こちらを取り上げていきます。それでは早速ディズニーシーエレクトリックレールウェイアメリカンウォーターフロントの乗り場に行ってみましょう。今回取り上げるのはこちらの英語のアナウンスです。 Welcome aboard the Disney Sea Electric Railway. This train is bound for Port Discovery. For your safety, we ask that you remain seated throughout the trip and that you keep your hands, arms, feet and legs inside while the train is in motion. And please watch your children. Have a wonderful day. それでは今のアナウンスの英語を一つずつ見ていきましょう。 Welcome aboard the Disney Sea Electric Railway.This train is bound for Port Discovery. まず最初に Welcome aboard と来てますけれども、これはねご乗車ありがとうございますという意味です。これはね飛行機で使われることが多いですね。例えば ANA370 便にご搭乗いただきありがとうございますと、こういうふうにアナウンスする場合は Welcome aboard ANA Flight 370となります。今回はこの Welcome aboard の後ろに The Disney Sea Electric Railway と来てますので、ディズニーシーエレクトリックレールウェイにご乗車ありがとうございますということになります。ちなみに2020年 ANA のカレンダーではウェルカムアボードと思いっきり書かれています。続いて後半文章ですけれども、 This train is bound for Port Discovery となってます。 This train is はいいですね、このトレインは、この電車はという意味ですが、 bound for 〇〇と来ています。この bound for はめちゃくちゃよく使います。特にね交通系電車系ではよく出ます。 bound for 〇〇で〇〇行きですという意味になります。例えばこの電車は舞浜行きですと言いたい場合は、This train is bound for my hammer となります。よくあの電車に乗ると bound for という英語がね、電車の掲示板とか電光掲示板にも書かれてますので、ぜひね、ご覧いただければと思います。For your safety, we ask that you remain seated throughout the trip and that you keep your hands, arms, feet and legs inside while the train is in motion. 続いて For your safety と始まっています。ここはいいですね、あなたの安全のためという意味です。その後 We ask that と始まってますね。この We ask that 〇〇っていうのはディズニーシーでもおなじみの表現です。〇〇するようお願いしますという意味になっています。でその後もね Remain seated throughout the trip とありますが、この Remain seated というのはディズニーシーやディズニーランドアトラクションに乗る前のアナウンスでかなり使われている表現です。今回 Remain seated なので座ったままの状態を保つ、要は座ったままでという意味になります。あとはね、throughout the trip とあります。この throughout 〇〇というのは、〇〇の間ずっとという意味を指します。例えば、私はディズニーランドホテルに1週間ずっと滞在したという場合は、I stayed in the Disneyland Hotel throughout a week となります。throughout a week、ここが1週間ずっとという意味を指してますね。なんとも羨ましい例文ですね。今回のアナウンスでは throughout the trip となりますので、電車に乗っている旅の間はずっとという意味になります。続いて後半部分ですが、 and that you keep your hands, arms, feet and legs inside while the train is motion とありますね。この keep 〇〇 a というのは〇〇を a の状態に保つ、ディズニーで英語力アップシリーズおなじみの表現ですね。過去の動画見ていただいた方には復習になるかと思います。例えばアンディはいつも部屋をきれいに保っているという場合は、Andy keeps his room clean となります。で、今回は keep の後に来る〇〇の部分が your hands, arms, feet and legs となります。で、状態を保つ A の部分ですね。これが inside と来ています。あなたの手や足を inside に保つ、イコール列車の外に手や足を出すなと言っています。で、その後最後の部分ですね。while 〇〇とあります。while the train is motion というところですが、while 〇〇というのは〇〇の間という意味です。こちらもディズニーで英語力アップシリーズ過去に出てますね。例えば、シアター内にいる間は携帯電話の電源をお切りくださいという場合。こちらはですね、while you are in the theater, please switch off your mobile phones となります。ちなみにこの while を使った例文の表現は、ディズニーで英語力アップシリーズ第4回目ですね。キングトリトンのコンサート、マーメイドラグンシアターのアナウンスを取り上げたものがありますので、そちらもねぜひ見てみてください。今回は While the train's in motion とありますので、電車が動いている間はという意味になります。 And please watch your children. Have a wonderful day. そして最後の部分です。 Please watch your children とありますけれども、噛んじゃった。 Watch 〇〇で〇〇から目を離さないとか、〇〇にしっかり気を配るという意味ですね。この Watch 〇〇というのは過去の英語のシリーズで何回かご紹介した内容ですね。Please watch your children で子供から目を離さないでというふうに言っています。
ちなみにディズニーシーのアトラクションで子供から目を離さないでアナウンスシリーズあるんですけれども、エレクトリックレールウェイのアナウンスは Watch Your Children ですが、他のアトラクションは何て言ってるかというと、海底2万マイルは Supervise Your Children でした。Supervise、監督するというところですね。それからセンターオブジアースですね。こちらも Supervise Your Children となっています。多分センターオブジアース、海底2万マイル、ともにこれから旅に出る系のアトラクションなので、ちょっと固めのね、英語を使ってるんじゃないかなと思います。そして最後、Have a Wonderful Day は素晴らしい日をお過ごしくださいという意味になります。それでは今までのアナウンス、最初から最後まで日本語も合わせて聞いていきたいと思います。ディズニーシーエレクトリックレールウェイにようこそ。こちらのステーションから出発する列車はポートディスカバリーです。安全のため走行中は座席から立ち上がったり手や足を列車の外に出したりしないでください。お子様からは目を離さないようにお願いします。ディズニーシーエレクトリックレールウェイの旅をどうぞお楽しみください。Welcome aboard the Disney Sea Electric Railway. This train is bound for Port Discovery. For your safety, we ask that you remain seated throughout the trip and that you keep your hands, arms, feet, and legs inside while the train is in motion. And please watch your children. Have a wonderful day.今回もご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでディズニー関連の動画を日々アップしますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。